今回は下腹を使うレッグレイズという腹筋の初級者や中級者でも簡単にお腹に効かすことができるあぐらを組んだレッグレイズを紹介していきます。たったの30秒です。動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹を使うレッグレイズなんですけども、下腹気になるけど、腹筋は弱い。寝た状態で腰に隙間ができてしまう。そういった方は、普通にレッグレイズやってしまっても、なかなか腹筋に効かせられないんです。今回は、初級、中級、上級と3種目紹介していきます。自分のレベルに合うものをやってみてください。レッグレイズをするメリットとしては、普通に上体を起こす腹筋、クランチやシートアップっていうのは、あんまりやりすぎてしまうと、どうしても猫背になったり、腹筋と背筋のバランスによってはお腹が出やすくなることもあります。今回は下腹の腹筋をしっかり使うことによって姿勢の改善、反り腰の改善することができますので、お腹をへこませたいよ、猫背や反り腰改善したいよって方にはおすすめな方法になります。腹筋と違ってレッグレイズのいいところは首や腰を痛めにくいというところになります。そして普通の上体を起こすやつは意外とお腹が疲れてくるにつれて力が逃げてしまうんです。というのも回数をこなしていくにつれて腹筋弱ってきますよね。弱ってくるのに初めて同じように頑張って起きよう、そう思った時点で首や胸、足、いろんなところに力が逃げてしまってます。その点レッグレイズというのは力みにくいので、お腹をしっかりゆっくり効かすことができます。3種目ありますので一緒にやってみてください。それでは紹介します。通常レッグレイズというと寝たままで足を伸ばして足をゆっくり下げて下腹の腹筋を使いながら足を戻すやり方になるんですけども、この時に腰に隙間ができて足が伸びてしまう。そうなるとお腹の力がもう逃げてしまってます。そして腹筋弱い人の多くは足を下げると上半身が持ってかれる。そうなるとうまくお腹が引き伸ばされなくて使われにくいので、今回は両足で行うと重たくなりすぎるのであぐらを組みます。寝転がってこれで30秒ずつ各足を行います。あぐら組んで足を浮かせて戻すだけです。これだけでもあぐらを組んでいるので足に負荷をかけられてます。お腹にしっかり効かすことができます。ここでポイントなんですが、足を上げるときにつま先で足を浮かせない、こんな感じでペタッとした足で膝を抱える感じです。こうではなくこうです。これを30秒ずつ腰を床につけた状態で行ってください。それではいきます、スタート。足を上げる際に腰を丸めるイメージです。しっかり腰を床につけてください。お腹力入ってるかわからないよって方はね、お腹を押しながら足を動かしてみてください。お腹が硬くなってれば OK です。あと少しです。はい、 OK、 反対いきます、スタート。しっかりね、腰を丸めて、おへそを自分のこっちの方にね、おへそ向ける感じで、上の足でしっかり押さえてください。お腹力入ってますか？よーし、OK。で、今度中級編は、クランチの足の状態から足を抱えていきます。いきましょう、スタート。しっかりね、腰をつけて腰を丸めるイメージです。ちょっとお尻がねストレッチされると思いますが、しっかり腰を丸めて下腹使ってください。頑張ってください。あと少しです。しっかりね、腰が伸ばされるだけでもね、反り腰改善になります。よーし、 OK。 さあ反対です、スタート。腰とかね、お尻が硬い人は腹筋使ってる感じよりもストレッチされてる感じの方が感覚があるかもしれませんが、お腹触ると分かります、力入ってます。
めてね。少しです。はい、OK です。はい、最後、上級編は足を組んで足伸ばします。できればつま先を上げた方がストレッチもできますので、腰痛くない方はつま先上げて、このまま足をできるだけ手前に寄した状態でキープ。今度は動かずにキープです。できるだけお尻をね、上げる感じでやってください。スタート。この状態でキープ。結構辛いですからね、頑張ってください。もしストレッチされすぎて痛いよって方は、ちょっとなら膝曲げてもいいです。でもできるだけ抱えてください。お腹がプルプルしてれば効いてます。だんだんね、向こうに行っちゃうんで、しっかり抱えてください。と少し。よーし、OK。さあ、反対です。ラスト。つま先上げて、できるだけ抱えていきます。スタート。気持ち斜め上にね、足を向ける感じです。ふぅ。効くー。どうですか、皆さん。効いてますか。しっかりね、おへそ自分の顔の方向けてください。つま先しっかり上げて。ふぅ。よーし。オッケー。あはー。腹筋が熱くなった。お疲れ様でした。今の3種目、とっても簡単ですよね。両足でやってしまうと、どうしてもお腹に効かせられないよって方はね、今回みたいなやり方がおすすめです。通常のレッグレイズよりも少し負荷が軽くなってね、腹筋ある方はちょっと楽だったかもしれませんが、初級者、中級者の方はこういう感じで腹筋を行ってください。しっかり腰を丸める、お尻を伸ばす、腹筋、下腹の方を使う。この3つがうまくできると、反り腰の改善、猫背の改善ができてきますんで、いつもね、お腹気になって、上半身ばっかりしっかり動かしてたよって方はね、たまには足の方もまたね、動画を見ながら動かしてみてください。頑張ってやってみたよ。簡単によく効いたよって方は、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、よかったらフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。